今日は5月6日でゴールデンウィーク最終日で、今この収納の箱を買いました。でこの箱はカメラを入れるために買いました。これから暑くなって多分湿度も高くなるので、別にいいカメラ持ってないんですが、まあ、最悪カビが生えないようにしたいと思います。今カメラ全部入れてみたんですが、あの肝心の湿気取りが入らなそうなので、完全にこの買う箱のサイズ間違えました。これを入れて、やっぱり閉まらないので、これで閉まりました。でちなみにこの中何が入ってるかっていうと、AL1 とこのトキナーのズームレンズです。この AL1 はまだ買ってからフィルムを入れて使ったことないので、まあ、そのうち使ってみたいと思います。それとあと FT で、これもまだこの間買ったばっかりでまだ使ってないんですが、あのこの FT に入れる電池がちょっと特殊で、で Amazon でオーダーしたらちょっと数日かかるみたいなので、今その電池を待ってます。でこれついてるレンズがキャノンのニュー FD の28mm2.8 です。であとこれが EF レンズ 20mm の単焦点です。 F2.8 です。でこれがデジタル一眼の EOS レーベル T3i っていう、日本だと EOS キス X5 です。それの標準レンズと望遠レンズです。でこれはキャノンの A1 です。でこの A1 はかなり気に入ってたんですが、突然調子が悪くなっちゃったので、もう多分フィルムを入れて使うことはないと思います。フィルムを無駄にしたくないので。であとコンパクトフィルムにちょっと興味があった時に買ったのがこれ、京セラのカメラです。でこれの後にリコーの R1 とニコンのなんとか600っていうやつ買ったんですが、その2つはもう売っちゃって、まあ、これが残ってるんですが、コンパクトフィルムっていうのはやっぱり一眼レフ使ってるとなんか撮影の時になんか物足りない感がすごくあって、あんまり自分の中でコンパクトフィルムはヒットしませんでした。であとこれが EOS650 で、これはキヤノンの EOS シリーズの初代の EOS なので、まあ程度が良かったので買ったんですが、まあ結構綺麗に撮れて気に入ってます。であとこの間買った EOS55 に50mm の F1.4 の EF レンズです。今度写真撮り行くときはこれを持っていこうと思います。であと初代 5D とこの間買ったちょっと調子悪かったレンズです。であとこれが EOS キス
フィルムのイオスキスです。で、確か2代目だった気がします。これもまだフィルムが入っていて、あと17枚撮れるんですが、まあ、そのうち使い切ろうと思います。で、これキャップがニコンなんですが、ニコンのアダプターがついてます。で、あとこれが古いシグマの28mmF2.8 のフィルターマティックっていうレンズです。で、これすごい特殊なレンズで、上のここの一番外側のリングを後ろに引きながら回すと、このレンズの中にフィルターが入っていて、4種類フィルターが選べます。で、黄色と UV とあとライトブルーとオレンジの4つをこのレンズの中のフィルターを入れ替えることで、その撮る写真の色合いが変えられるようになってます。で、これはフィルター以前の問題で、写りが結構悪いので、全体的に白っぽく映るレンズなので、まあ、興味があって買ったんですが、まあ、多分今後使わないと思います。それとあと最近の中で一番ヒットしてるのがこのニコンの EM で、これが 50mmF1.8 のパンケーキレンズがついてます。このカメラは他の一眼と違って、モードが、3種類しかありません。一番上がバルブ撮影で、2番目が、90分の1秒のみで、その下にあるのがオートです。で、電池入れるとAE で撮影できるんですが、電池が切れちゃった場合とか、電池使わない時とかは90分の1秒で、機械式シャッターでひたすら撮れます。で、これは状態も良くで、全然壊れる感じが一切しないの で、なおかつこのボディがすごい小さいので、なかなかどっか行くとき持っていくのにはちょうどいいカメラです。で、ちなみにこれニコンが女性向けに売り出したモデルみたいです。で、今入れ方変えたら、まあ、とりあえず全部入ったので、これで蓋をして、一応防湿庫ということで、この夏はこの箱で、カメラ保管しようと思います。先日車買って、で、この車は下取りに出すので、今近くの公園の駐車場に来て、ちょっと車の中を掃除してました。で、まあ、ゴミがいっぱいあったので、まあ、ゴミのものとそうでないものを今分けたので、ゴミは捨てて、で、そうでないものは、まあ、家に置いて、今から車の中を空っぽにして、ゴールデンウィーク最終日は終わりです。